雷電神社に行くんですが、踏切です。東武日光線です。ピッピって言われました。雷電神社は目前ですが工事で行けません。スタンプゲットなるでしょうか。やった、やっと押してみて。くるくる、あ、チェックインできました。できた。うん、どうしてもできてんだよね。ほら頑張って4地点撮影してるのが出たもん。色がオッケー。私もそうなった。そうなったなった。で、ま、これ押して、これ。この次どこ行くんだっけ？栃木県藤岡町。うん。湧水地会館に行きます。渡良瀬湧水地会館に着きました。はい、これからポイントをゲットし、スタンプをゲットします。スタンプゲットって書いてあります。無事ゲットできたでしょうか。ぐるぐるしてます。あれ、いるのかな。 OK 出ました。栃木県栃木市、栃木市ゲットです。これからお昼を食べて三軒郷、ここに行きます。三軒郷に向かっています。あとわずかです。あ、どうやらあの辺のようで、あ、なんかあります。あそこみたいです。三軒郷到着。ただいま三軒郷に到着しました。遠くに山が白く見えます。すっごい遠くに来た感じがします。約束のスタンプゲットします。これん、最後どれだっけ。これだ。よし、ちゃんともう証明書も俺ゲットしたの見て。え、ふうさん証明書見えないな。ちゃんと名前が入ってんだよ、ここ。ほら、みたいです。よし。でも私ね、あれ外れちゃった。おみくじ、おみくじを外れたらしいです。やります。ぐるぐるしてます。あ、おめでとう。え、違う、達成しました。オッケーよ。三軒郷、そしてこれで何、あ、これをやるのね。うん、その前におみくじやったけどもいいね。で、おみくじやります。おみくじってどうやるの。とりあえずスマートフォンを振っておみくじに挑戦しよう。振ってます。これでいいの。振ってるけど、振ったら何か起きた。振ってます。何か起きんの。あ、残念、残念でした。気を取り直して証明書、名前入れるんだ、これ。そうだよ。というわけでスタンプ全部ゲットでした。以上、三軒郷でした。で、どこがどうなってんの。ここの地点で、あっち側のここがオーラ、オーラ、あ、あそこか。ポイントはそこね。あそこがさ、一緒、あの点がポイントなんだ。あ、なるほど、なるほど。
これが3県の県境です。板倉町が出っ張ってるだけなんですけどね、実は、あっちが群馬県、こっちが栃木県、そして埼玉県加須市です。以上、空からでした。無事スタンプをゲットして、これから最後のポイント、スポーツ遊学館、こちらで、お宝をいただきに参ります。できたスマートバッテリー2000、開けてみたいと思います。どんな、お、書いてある。おー、三軒郷、三、なんで散歩で三軒、三軒郷です。で、周りはどうなってんの、ん、なんかカシャッと開けんのかな、どうやるんで、あ、ここですね。スマートバッテリーに、スマートバッテリーじゃないか、USB の端子がついています。これでいろいろ便利に2つもあるので使うことができます。超嬉しいです。ケーブルもちゃんとついていました。こんな感じですね。2個ゲットです。以上、渡良瀬 U スイッチ北川部スポーツ学友館でした。あ、スポーツ遊学館でした。どうこれ、うん、いいいいよね、いいよね。これどれぐらいできるのか、ちょっと2000ミリだから、1回まではいけないんじゃない。